孔明。兄上、国の大事で参りましたゆえ会いに行けず、兄上に足を運ばせ誠に申し訳ございません。何をするのだ孔明。さあ立つのだ。どうぞ兄上。この東郷に来てからもそなたのことは一日も忘れたことはない。あ、さあどうぞどうぞ。兄上どうぞ。いや、白衣粛清を知っておるか。はい、古の賢人ではありませんか。この二人は生涯離れず、後に主要山で餓死したが、死ぬまで兄弟一緒であった。それに比べて我ら兄弟は主君が違い、朝夕会うことができぬ。白衣らに恥ずかしいと思わんか。それは人の情と申すもの。しかし私は義を守る。白衣らは将の臣で、州の俸禄は藩でいない。我らはいずれも官の臣、劉備殿は官室ゆかりの方。もし兄上も劉備殿にお仕えすれば、官の臣として恥じることもない上に、兄弟一緒に暮らせ、人の情も義も立つというもの。紫雄殿、孔明殿は何と。ああ、説得したところ逆にやり込められましてな。しかし私はご主君に大恩があります。あ、無論そなたの忠義はよく知っている。しかし孔明殿は諦めぬぞ。お察しぞ。各種法位に基づき陣を張れ。それから先導の者を本営によこせ。はっ。いや、ガリオ先生、何でしょうか。炎章と曹操の戦、曹操が少ない兵で勝ったのは、まず相手の兵糧を焼いたことにある。今曹操の軍勢は83万、こちらは5、6万。これで勝てようか。そこで私も同じ手で敵の兵糧を断ち、士気を乱す。この手で行こうと思う。調べたところ、曹操の兵糧は私鉄山に集めてある。先生はあの辺りの地理にお詳しいはず。関羽、張飛、張温らの将軍を率いて1000人の兵をお貸しいたしますゆえ、世に紛れて私鉄山を吸収し、兵糧を断っていただきたい。そうすれば孫、劉両家にとって利となる。先生、お願いいたします。よろしい、わかりました。都督殿、では兵をお借りいたし、明日出発いたします。都督殿、なぜ兵糧を断つのを孔明殿。孔明を殺せば人の笑い者だ。曹操に殺させる、後の災いを除くためにな。
先生、どうなさるのです。わざわざ見送りに来られたのか、ロシク殿。今回のこと、賞賛は終わりか。私は水上の戦、騎馬の戦、歩兵の戦、いずれも意のままです。こう言ってはなんだが、貴公や周遊殿とは訳が違います。は？それは一体どういう意味ですか。江南の子供らが歌っておるではありませんか。席を守るには死刑があり、公を守るには就労ありと。貴公の得意は伏兵をもってして要害を守ること。周遊殿の得意は水の上の戦のみで、丘の上ではどうかな。私を丘では戦えぬとバカにしたか。よいわ、奴には行かせず、私が自ら一番の兵を率いて曹操の兵糧を断ってやる。